からげんママがどうもアキです。本日の企画はですね、こちら見てください。悪魔の武器スピコラがスプラトゥーン3に帰ってきたということで、こちら使っていきたいと思います。ほらもう悪魔色やばくない？悪魔色だよこれ。えぐ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 、やばいやばいやばい、ねえ見て悪魔、あこの武器より悪魔いた、ドゥハハ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 、悪魔だこの野郎、今日はこの悪魔がお前らを美味しく調理してやるからな。俺は悪魔だ、誰ともなりやわねえ、味方全員どっか行け、あナイス、あナイスナイス、一緒に頑張ろうね、あよし、ドゥハハハハ、さあ、敵はどこだ、毒くらえ、毒くらえ、はい、そこいるのしてます、オッケー、で、裏、ナイス、味方、いや、ちょ、ナイスじゃねえ、おい、味方、俺の獲物を奪うんじゃねえてか、ちょ、待ってね、ちょっと一回、アッキー実況モード入るね、うん、さっきの届くのやばくない、しかも、キル速、ちょ、キル速見て、見た今のビーコン壊す速さ、やばくないこのキル速、このキル速で中距離で戦えて、最悪ね、至近距離でも全然ね、打ち勝てるぐらいのさ、強さ持っててさ、でさ、このポイズンでさ、ポイズンでさ、ってなんだ、ポイズンでさ、この毒でさ、相手のさ、イカちゃん風邪ひかせてさ、そこからドロロっていくわけじゃん。でさ、一足積んでるからさ、ちょっとだけね、実際射程伸びてるわけじゃないんだけど、足が速いから、やばい逃げれそう逃げれなかったみたいのが結構できるんよね。そう。逃がさないというか、その足が速いから、ちょっとだけ攻撃するか一回引くか。で、この塗り力見てください。このバリアを使って塗り力。もうバリアのやつなんて近づいてこれないですから。うん、最悪入ってきたとしても全然打ち勝てるやつあるしね。で、見てて。はい、これでこうして、こう狙う。はい、もうね、風邪引かせた時にもね、風邪引いてる時は一番効くって勝った。うん、強い。うん。悪魔っていうかもう魔王になった気分だわ。手下が強くて。なんもやることなかった。うん、あーでも悪魔な顔してるねーお前、うわーヒラメが丘だっちかー、ヒラメマジでエリアさ小さくてさ2個あるからさ、マジでさ攻防がすごいのよ。まあでも塗りも強いんで、本当に何でもできるからこの武器は。もうね、なんで悪魔って言われてたかっていうと、スプラトゥーン1の時に、まあ、バリアがまず強かったんだけど、味方に分けれたりして、でバリアを使って、なんかこのなんだっけ、スプラトゥーン1の時はもっともっとやばかったんですよ、このポイズンが。ポイズンがもっと、ちょ、待って、ちょ、なー、だるい、もうここ今説明する。ポイズンがもっと、イカちゃんに食らった時に、風どころか、もうなんか、うわーみたいな、もうマジで動けなくなるの。まあ今はね、ポイズンミストだからまだいいんだけれども、まあスプラトゥーン1の時が悪魔だとしたら、今、小悪魔ぐらいな武器になってるけど、やっぱ塗り、そして、ちゃんと射程もあって、で、なんだかんと言っても、やっぱね、グレートバリアとね、やっぱポイズンミストが強いんで、まあ、シンプルにね、このキル速と射程、で、塗り力が高いんで、結構ね、強いんじゃないかなと思って使ってるんですけど、お前調子乗ってないっすね、調子乗ってない、はい、バリア、内打ちか、今の。そんな感じでね、もう武器紹介いいでしょう。お前、どこ行こうと。オッケー、今のキル速見たらやばくない？こういうとこ潜伏してんだよな。あ、やっぱいる。まあ、これでね、敵の位置分かるのも強いよね。何かいるぞ、多分。うわー、ローラーだったかー。まあでも今ので俺を怒らせた。はい、もうマジで切れた。ここからガチ集中します。マジでさ、普通にさ、悪魔のこと舐めてんの？悪魔に歯向かっていいのはな、閻魔大王だけなんだよ。はい。お前それ、ちょっと、マジ、カモカモカモ、こっち来て、助けて。どっか行け、どっか行け、どっか行け。で、マジで。ナイス。ほら、動けなくしてね。いや、味方もね、動けない敵を結構狙ってくれたりするからさ。ちょっとね、軽いセンサー代わりになりながら、塗りも強くて、オッケー、それ、お前。塗りも強くて、で、溜めるのも早くてね。一速で射程が伸びて、で、キル速も早くて。もうね、こんな万能な武器ないよ。ただ、この武器使ってると、ちょっとド S なのかなって思っちゃいます、それは。やばい、死ぬ！あ、ごめんなさい。回復させて。オッケー、オッケー、オッケー。まずスプラトゥーン1の時やばかったからね、マジで。いるね、そこ。奥か。マジでこの武器使ってる時が一番ね、気持ちいい。本当になんか悪魔になってくる。本当にマジで。一生ポイズン投げて嫌がらせして。嫌がらせして。で、そっから、ねえ、ほらねえ、今のキル速もやばくない？スプラシューターに打ち勝ったわね、今。そう、シューターにも打ち勝てる。あ、うまい。今のはシンプルに俺がうまかっただけ。うん。で、はい。かかってこい。どこ行った？オッケー。で、塗れるんですよ。このバリアに入りながら塗るっていうのも強み。そこカバー入れるね。で、裏いると思うんだよね。いるね。
うわ、裏、うわ、めっちゃいるじゃん。ちょっと待って、裏やばい、裏やばい、裏やばい、ちょっと待って、裏やばい、裏やばい、裏やばい。大丈夫か？それ俺がやる。ちょっと待って、意味わかんなくなってる。あ、ごめん、ごめん。あ、味方がやる。やばい、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 やばい。ちょっと待って、ちょっと一回、ちょっと俺これ結構使えるよっていう、俺は何の武器でも使えるよってとこ見せたいの。何の武器でも普通ぐらい使えるよってとこ見せたいんだよね。まあ普通にまあ使えるぐらい使えるよっていう。あ、ナイス。あそこの裏やってくれたならもう正面塗ってるだけで、これリードは狙いたいね、ずっと塗って。よいしょ。でこれさ、手前せつやれ、せつやれ、あっ、まあ、ちょっとやった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 、インク枯れ果てそうだったわ。キュッと、はい、これでね、今のでカースト。もう一回、これはまずいね。でもここに入れて、ここやる。あ、降りてこい。はい、うまい、はい、うまい。今みたいなこともできちゃうんですよ。ガチでそこ上がってくるの見えてたよ。降りろ、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 降りれば塗るから。ちょっと待って、やばい。一回使って、ここを維持するイメージで、もうちょいリードしたいけど、裏は？こういうとこ塗っとくか。来てなさそうだね。じゃあ一旦、あ、でも二落ちナイス。あとバリアブルと、あー、あれモミジね。モミジだったらちょっと詰めちゃっていい。そうね、モミジのね、メインとね、ちょっと待って、やばいやばいやばい。モミジ若葉のメインの伸びた場みたいな感じなんだよね。そう、だから強いよ、グレートバリアもさ、若葉もついてると思うけど、そのボムがあれになったみたいな。で、ちょっと射程伸びたみたいなイメージ。まあ、ちょっとね、チャージの時間、あ、待って、お前助けたけど、まずはこっち。で、そうなってる。ナイス！お前を信じてたぞ！お前にはサメがいるってな。嘘、適当に言った。サメいたんだ。全然知らなかった、それは。待って、あ、とりあえずリード、なんか夢中になってたけど、してたな。OK、もうこれ勝てるんじゃない？でもそこ死んだってことは、こう上がってくるでしょ。うわ、2人にめっちゃ2、3発ずつ当てたんだけど、ナイス。はい、その辺おいしい。これ、安定に強い。塗りも強かったでしょ。で、そこそこちゃんとキルも取って、あ、バトルナンバーワンじゃん。いいね。いや、ちゃんとね、やっぱね、スプラトゥーン1の時からね、強かったけど、3でも強い！皆さん、すいません。尺が足んなかったです。さあ、やってまいりました。恒例の尺が足んなかった時の、もう、勝っても負けても、どんだけキルしようが、どんだけデスしようが、もう絶対に動画にしようのコーナーがやってまいりました。さあ、これマジで本当に戦犯したら、一番悪魔です。この企画っていうか、このプチコーナーが、ナイスナイス。あ、ナイスだね、お前。悪魔はな、一人でいいんだよ。ほら、かかってこい、かかってこい。まず全員ボコボコにして。あ、ちょい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 、さっきのはさ、ねえ、一試合に含まないでしょ。いや、もうだって、まだ尺足んねえもん。まだ足らん。さっきのは含まれない。オッケーオッケー、やり。ふぅ、この試合頑張るよ。そこ裏いるんじゃないの、この辺から出てくる。ふぅ、出てくんじゃないの、この辺から。一回借りまーす。出てこない？トーピードも簡単に壊せちゃう。はい、どこどこ、どこどこ、そっちか。あー、ちょっと2発ぐらい当てた。ちょ、インクライン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 、一切ないのだ。だから俺は味方をキャリーする。はい、まずカバー。カバーからのお前も、まずいと。なんかわけわかんないやつがたくさんいるの、今日は。ドイツから美味しくいただいて、やろうかなーなんて。はい。あー、逃げたか。逃げ足だけは早いなー。よし、くしゃみ出ます。ヘイムブレッツったよ。さあ、ピコラの特有の、ピコラ特有の。なあ、さあ、当たんなかった。止まってやれてないな。はい。はい、ロラくん。はい、ロラくん。さあ、かかってきやがれって言ってるんだけどさ、さっきから。かかってきやがれ、うん、かかってきやがってくださいって言ってるんですけれどもよ、おい。なんなの、さっき
からもうなんかよくわかんないもんばっかり。ねえ勝ちたい勝ちたい。ねえ勝ちたい。もう尺足んなかったからやるだけのコーナーなのに、尺足んなかったからやるだけのコーナーだったのにさ。オッケー、もうマジみんな、俺は悪魔だ、俺は悪魔だ、みんなをキャリーするって決めた悪魔だ。なあ、俺は小悪魔なのか。大魔王、あでもナイスナイス入れ、ナイス入れ、ナイス入れ。いやでもちょっと待って、アサリが、アサリが足りない。ちょっと待って、うわ俺が小悪魔だったせいで。いや大丈夫大丈夫、まだわかんない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 、俺は悪魔だからな、なんて言った。くそ、俺は小悪魔だったのか。うわ